インフラ運転会に京都海と鉄道を会場にてお伝えいたします。会場内入ってすぐの机の上のレイアウトに関しましては、外側の2線、一番外側の2線が落ち込み線となっております。また会場の一番奥にございます地べたから組み壊れていますタワーレイアウトと、この周辺の地べたのレイアウトに関します破損などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。走行できる車両は1人1編成6両まで、1人1編成6両までとなっております。なお車両の入れ替えに関しましてはしていただきます。車両の入れ替えはしていただきます。同時に走行できる車両は1人1編成6両までとなります。こちらもご了承ください。なお本日会場内の様子をスタッフが撮影し SNS にて投稿配信する際に皆様の持ち込み車両が映り込むことがございます。あらかじめご了承ください。なお皆さん各自でお写真や動画を撮っていただくことも可能ではありますが、他のお客様の顔やスタッフの顔が映り込まないように加工編集等していただいて、アップロードの方をする際は、そちらの配慮をよろしくお願いいたします。本日の様子を
SNS 等に投稿しました際は、ハッシュタグインフラ運転
そうなの。こんにちは。新快速電車や特急電車が走行している実際の塩屋間をモチーフにしたレイアウト でその横を山陽電車が走行しています。こちらも実際のレイアウト、実際の、配線を再現したレイアウトになっております。こちらもカメラを持っていただいて、ぜひぜひ動画や写真を撮っていただければと思います。さらにぐるっと回ってもう一つの動画、JR が北陸線で新快速や普通列車、現在スーパーユニバーの開催に向かって4名、ステージの方をよろしくお願いします。本日のインフラ運転会の見どころについて、少し、紹介させていただきます。まず、右の住民にございます、ドームが、山陰高校をモチーフにしたゾーンとなっております。入り口付近、大きな赤い鉄橋は実際にあります山陰本線の余部鉄橋をモチーフにしたエリアです。またその一番手前にあります鉄橋が、いくつも連なっている部分、こちらに関しましては、こちら丹後鉄道、北陸丹後鉄道にあります由良川橋梁をイメージした作っていただくようにですね、していただいてから、ネットにアップロードの方もお願いします。ネットにアップロードする際は他のお客様の取り込みや、スタッフの顔が映っている場合あると思うんですけども、こちらの場合は、加工編集の方をしていただいて、アップロードしていただくようにお願いいたします。なお本日の様子をつぶやく際はですね、入り口付近の仮想ラジオにご連絡する際、皆様の自治体用が取り込むことになります。その点、ご了承ください。また、皆さんで動画や、本日はインフラ運転会議長と本日の希望にご来場くださいまして、誠にありがとうございます。会場内で、持ち込み対応、総合の自治体を注意点。
終了時刻の後、速やかな退出のため、片付けの準備をお願いいたします。Thank you.